小田浦臭いの一生。1547年に終わり、織田信秀の十一男として生まれる。母は不明であるが側室のいずれかとされ、兄にはあの織田信長がいる。しかし年は13歳も離れており、信秀の末子に近いため前半生は不明点が多い。本名は長益であり、浦臭いは出家後の通称名である。主に多い、信忠、信長長男の下で活躍する。織田一門の序列は6位であった。36歳で老いと共に帰、武田氏を滅亡させる。甲州征伐、長益は森長吉らと共に小畑氏を降伏させた。しかしその直後、兄、信長が重臣、明智光秀によって撃たれてしまう。本能寺の変、長益は岐阜へ逃れる。老い、信忠と共に二条城にいたが城を脱出した。しかし老いも死去してしまう。その後は老い、信勝、信長次男に仕え、織田家内で台頭してきた家臣、橋場秀吉との戦いに参加する。小牧、長久手の戦い、長益は主に仲介役として動き、秀吉の信用も得ることになる。44歳で秀吉から摂津島下増した2000石が与えられ、同時期に出家して浦久と名乗る。茶人、千の利休から茶道を学び、茶人として大成、利休七哲の一人にもなり、後に浦久遊を創設する。その後徳川家康に接近して日本を二分した戦いにも参加する。関ヶ原の戦い、すでに秀吉は死去し、秀吉恩義の石田三成中心の西軍と家康中心の東軍が衝突。浦久は中央の戦いに参加し、蒲生より里を討ち取るなど功績を挙げる。戦後、大和3万2000石が与えられる。この頃、京、正殿院を再建し、院内には現在国宝となっている茶室、寿庵を設けた。その後豊臣氏に残り続けた結果、68歳の時に家康と戦うことになる。大阪冬の陣、浦久は大野春ながらと共に穏健派中心人物として参加、その後の和睦交渉にも参加する。しかし豊臣内で再び家康と対立する機運が高まった結果、豊臣氏を離れ、以降は京で茶道をしつつ静かに暮らし、76歳で死去する。生前に領地は4男、長政と5男、直長に1万石ずつ分け与え、長政は海中藩として、直長は柳本藩として明治まで存続する。最後まで浦久が所持していた領地は江戸幕府に持っていかれた。東京と千代田区にある有楽町は浦久の名が元と言われており、かつては大阪府にも浦久の地名が存在していた。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。